はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウニポストない、続きやっていきましょう。11月の、3週からですね。よし、じゃあここからは、まあでかいですね。まあいっぱいありますね。まずはマイル・ザ・パールか。でしたね。まあマイル・ザ・パールはね、いや強いよね。それしかもう言うことないもんね。まあ取りたいレースももうほぼ取ったんですよ。この走れる、まあ距離の中でね。自分が取りたいなと思うレースも取りまして、もう正直することないよね。まあ、ロードカナロアともさ、結構戦ってきましたし、まあ結構出てますよね。2着にロードカナロア多いんですが、まあもう十分かな。一応まあ能力はこんな感じですね。はい。で、まあ今回ね、出走と。まあネクスト行きましょう。はい。マルガイ、アンジェロですね、が出走。まあこれはちょっと厳しいですね。まあいつもとね、あの騎手も違うっていうのもありますんで。さあ、そしてトレベね。そうかそうか。トレベの2戦目ですね。まあ2歳、そうですね。2歳の間はまあ国内使って、まあこっから、3歳からまあ海外っていう感じでいこうかな。はい、強いですね。さすがやな。はい、まあ問題ないですね。いいですね。まあしっかりね、勝ってくれたと。強いわ。はい、まあトップクラスと。まあそらそうやね。最速とどっちが速いかって感じやね。で、マイル・ザ・パール来ましたね。マイル・ザ・パールどうだ、来てますかね。さあ、マイル・ザ・パール抜けてきそうやね、これは。来ましたね。さあ、ここも取ったと。まあ、この辺のマイル・ザ・パール、まあ、春来。さあね、まあ、ピュアマイル2も強いしね。まあ、今、最速もかなり強いですし。まあ、この辺は本当敵なしって感じやな。まあここも勝ちましたね。はい、とりあえずここも勝利と。はい、そして、来ましたね、キング春来出走、ジャパンカップですね。でクイーンマイルが出走か。まあこれも取ってくれたら嬉しいなって感じですね。はい、 OK と。さあ、ライバルですね。オールフェーブル来ましたね。そしてルーラーシップ、まあいつもの、メンバーですね。はい、ありがとう。ちょっと大物にぶっ込みましょうかね、これは。はい、そして育成ね。ちょっと大物ぶっ込みたいっすね。ちょっと春来確認しようかな。はい、まあ、とりあえず大丈夫ですかね。トレブを決めたいね。ああ、いいですね、いいですね。はい、まあ、それで、行こうかな、とりあえず。まあそんな感じでいいかな。まあ絆にピアネイア、そしてロゴタイプか。いいですね、いいメンバー揃ってますね。行きましょう。これは楽しいじゃん。ちょっと戦いたいっすよね、あの国内走らせるうちにね。で、あとはまあ取ればこれで OK で、ダート最速か。ダート最速は、そうですね。朝日杯で OK かな。絆使いましょう。大物を超えた。絆か。ちょっと今回もがっ
っつり行きましょうか。11月ということで、キング大物。もうここ3つ行きましょう、これ。こんなに伸ばす必要ある？まあ、ちょっと見てみたいもんね、でもね。さあ、3つ行きましょう。これ、恐ろしいことになりましたよ。一応今が、キング大物ね、こうぶっ込み続けたんですが、今こんな感じっすね。スピードちょっと凄まじいことになっとんじゃない、これ。楽しみっすね。はい。もうこれぐらいでいいっすね。ネクスト行きましょう。まあ、またこいつだっていうのをいたらね、ちょっとそいつに絆使い続けたいなと思います。さあ、シュライ。天の神明はね、取ってますんで、まあ、ここもね、取ってくれたなって感じですね。もうメンバーが最高ですね。エイジンフラッシュとかもいますし、まあ、ルーラシップもね、いたりとか。もうメンバーがいいよね、本当に。さあ、ダイジェスト行きましょう。第4コーナーをカーブして、さあ、直線コースに入りました。さあ、シュンライどうすかね。あ、ジェンティルドンナもいる。全然気づいてなかったんですけどね。さあ、残り200どうですかね。シュンライ届くか、これ。あぶね。オッケー、勝ちましたね。はい、ジェンティルドンナもね、倒しました。勝ちました。あれはね、ジェンティルドンナとは、あれやな。他戦ったっけ？シュンライは初めて戦ったんですけどね。あ、あれで戦っとるかな。クイーンマイルとかあの辺で戦ってますね。はい、取りましたね。さあ、ここもね、シュンライ取った。いや、今回のでもさ、この、今年ね。メンバー的には、すさまじいメンバーじゃなかった。ねえ。まあ、その中で勝つってことはね。やっぱ、シュンライ強いわ。うん、まあ、ナンバーワンやな、シュンライ。間違いないわ。はい、12月入りましたね。いや、ちょっと厳しいんじゃない？ちょっと厳しいですよね。3600が厳しいよな。まあまあいいか。まあもうグループとかね、ちょっと任せてますんで。もうお任せです。はい、これはいいですね。これはいいライバル。うん、来ましたね。まあ、牝馬最強。と言ってもね、過言じゃない。そうかそうか。勝負してましたね。俺誰したっけ？シュンライにしたっけ？勝ちました。うん。ありがとう。さあ、お守りもね、嬉しいですね。さあ、そして12月に入った。うん。まあ、ここはいいかな。絆はね、調子上げたりとか、まあ、投資上げたりとか、そっちに使うかもしれないですね。あ、5着ね。まあまあ良かったですね。さあ、春来がね、出走。大物超えたはね、出走させないです。はい、これでいいかな。さあ、いろいろ出走ですね。マイル・ザ・パール、ピュア・マイル2。そして、大物ダイヤ。で、鶴丸ダートね、しっかりね、ここ取ってほしい。で、トレブも出走。で、マルガイ・ストームか。トレーブ、投資使おうか。うん。使おう。トレーブに使います、これ。トレーブね、勝てると思うんですけどね。負けてほしくないよね。負ける姿を見たくない。あとは、あ、大物を超えたか。そうかそうか。大物を超えた、決めないといけなかったですね。まあまあいいか。いやー、この辺ちょっと出走させたかったな。ただ、いいや。どこ出走させっかな、これ。まあ、ここでもいいんですけどね。まあ出すか。よし、行きましょう。で、2周出しとこうかな。
それでは、ネクスト。さあ、レース。まずは、マイルズ・ア・パールね。ロード・カナロア、そしてカレンちゃんとかね、いますね。さあ、ダイジェスト行きましょう。1200もね、適正なんですが、どうやろうね。よし、来てますね。はい、ここもね、きっちり取ると。強いなぁ。うん、まあいい感じにさ、その、なんつうんですかね、これスプリントからさ、まあ長距離まで、取ってるんでね、自家製サンマがね、いい感じに、まあどこもさ、きっちり走ってくれると。各それぞれにいてさ。さあ、ここは厳しそうやね、ちょっとね。いや、壁になってるって感じっすかね、これね。さあ、ピアマイル2負けましたね。うん、まあちょっと聞いてみようか。さあ、大物ダイヤ、まあこれ飛ばします。大物ダイヤは3着ね。さあ、鶴丸だと来た。どうですかね、取れるかな。メンバー確認したかったんですが、どうやった、強いやつおった。いやー、いけるか。よし、オッケー、勝ちましたね。よし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 。さあ、ここも取った。うん、まあ取りたいです。きっちり取っていこう。まあこうデビュー決まった時からね、もうここは狙うという話をしたんで、取れました、よかったです。トレーブが出走。まあ一番人気やろ。うん、一番人気ですね。まあ、これは問題ないやろ、1600で。さあ、どうすかね。伸びてくるか、トレブ。いや、グッときたね。ちぎったね、これも。2着が、名称マンボか。オッケーオッケー。よし、勝ちましたね。まあ、楽しみなのは、やっぱホープフルじゃないですか。メンバー的にもね。はい、勝利。OK。ただ、ホープフルもね、2000で、まあ、トレブ得意なんでね。さあ、ダート最速、来ましたね。国内に戻ってきた最速と。これも楽しみやな。大物ダイヤ。そうですね。まあ、そこはちょっと良くないけど、プラス300はちょっと厳しいですけどね。まあ、とりあえず、いいです。はい。放牧化出したいんでね。また、出てきた時にちょっと変えます。はい。またこの子来ましたね。よしよしよし。はい。まあ、これもね、嬉しいね。はい。それでは、まずは、セールから行きますかね。いや、ちょっと待ってよ。忘れないうちに、とりあえず、ちょっと投手を使いたいんですよね。最速。はい、使います。使って、ちょっとセール行きましょう。これで。さあ、セール、どうしようかな。まあ、お守り。まあ、お守りはね、まあ、もう買わないので。はい、今回、こんな感じね。うん、まあ、C2 は買わないです。さあ、こっからですね。どうすかな。たまには印を信じる。
印信じます。まあ、それもありやな。うん、そうしようか。はい、ということで、行きましょうか。今回ちょっとパッと決めましたね。さあ、丸貝チャレンジ。君に決めた。よし、来た来た来た。いや、嬉しいね。久しぶりに6億来ましたね。よしよし、6億の巻きましたね、これ。ネクスト行きましょう。いや、俺ね、今考えてるのは、このせっかくまあトレブをさ、所有してるじゃないですか。なんで、こうトレブを育てて、しっかりね。育ってって、その育ったトレブと、自分の、まあ、自家製サンバですよね。を戦わせる。まあ、これですよね、やっぱ。ダイジェストいきましょう。まあ、そう、トレブの得意距離ね。まあ、1600でもいいですし、まあ、2000、まあ、2400でもいいよね。さあ、ダート最速、どうだ？うん。引き離しも良さそうやね、これは。いや、ちょっとさ、ダート最速とトレブとさ、どっちが強いか。うん、これも、ちょっと楽しいかもしれないですね。よし、勝ちましたね。さあ、ここも取った。はい、とりあえず、まあ、2歳 G1 はね、まあ、しっかり抑えましたね。いや、まだまだ、まだわからんか。ホープ取れるかどうかね。来た来た来た。これよ、ガツンと来るよ。まあ一応ちょっと能力見ますね。クイーンマイルと、コンクルドダートか。まあ騎士はね、完璧と。 OK。 ちょっと待って、これはちょっと決めるわ。はい、ダート最速ね。まあ、海外ですね。海外行きます。さあ、有馬記念夢のグランプリ、オルフェーブル、そしてルーラシップで、ゴールドシップもいてね。いやー、最高やなこれ。まあ俺ね、2012年の有馬記念はね、馬券取ったんですよ、これ。そうそうそう。取ったんよ。そんな話はいい、どうでも。うん、まあこの辺は使っても使ってもこうやってくれるんでね。まあ最近あれですよね。闘志ほんとマックス。まあ5で、戦い続けることはできますよね。ちょっとスピード見よ。ほら来た！ガツンとくるスピード !S プラス。うん、強いね。それ以外もさ、まあ SSS。まあ勝負根性もまあ A プラスと。まあパワーちょっとわかんないですけどね。うん、まあこれでまだ遅めですからね。まあちょっと楽しみやね。今後は楽しみ。はい。とりあえず OK か。さあ、来ましたね。うん、嬉しいね。これはもういくらってもいいと。そして、1億ね。もう全部返してくれ、もうまとめて。マイル・ザ・パール、そうですね。マイル・ザ・パールも、まあ、ちょっとこれ決めないといけないんですが、まあ、この辺もちょっと引退してもいいかなと思ってるんですよね。正直。まあ、次も走れるかもしれないですけどね。いや、もういいやろ。もうお腹いっぱいじゃないですか。もうお腹いっぱいやろ、これはもう。もう十分やな。まあ、引退かな。最近ちょっとね、まだ走れるんですが、走れるやつもね、もう引退してるんですよ。
なんか頭数多くなっても見づらいと思いますし、そうやね、まあまあこの辺とりあえず走らせとっかな。うん、最速は、はい、ということで、まあ4周くらい出して、まあこっからの時期はちょっと適当に走らせて、まあ5月とかからですね、まあ始動と、本格的にね、まあトレブもそれで OK かな。まあピュアマイル2も、ピュアマイル2も G111、まあピュアマイル2も正直もうぼちぼちいいけどね。まあそんなに取りたいレースももうないですし、まあこの辺もそうやね、まあまあちょっと今は適当に決めてるだけです、とりあえずっていう感じで。鶴丸ダートとかは、まあ、ある程度決めてあるか。クイーンマイルね。うん、落ちてますね。まあ、これ出た後、うん、まあ、一周。判明してるところがさ、G プラス G プラス。恐ろしいな。まあ、まだね、まだわかんないですよ。あの、大事なところ。まあ、パワー、スピード。ね、まあ、その辺が、どうなのか。ね、まだまだね、あの、重要なところは出てないですから。はい、ということで、今回はちょっとここで終わりたいなと思います。ご視聴、ありがとうございました。